はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4月26日の火曜日ですね。雨降ってます。はい、相変わらずですね、スマホで撮ってますですね。今日新しい機材が届くんですけど、まあ、それがうまく使えるかどうかは分からんということですね。もうここのとこね、なんかこれでドタバタとしてる上にね、あるでしょ、この、足痛いからね、もうかなりちょっと目いってるんですけどね。さて、まあ、元気にいきましょうか。まず、日経平均ですね、今日は上がってます。多少上がってます。プラス135円で前場終わって、今12時15分ですから、間もなく5場が始まると。というところでございまして、ドル円がね落ち着いてますね。 127.81 というところでございまして、はい、アメリカの利回りも落ち着いてまして 2.822 と、昨日のニューヨークダウはプラス238円ですから、8ドルですから、まあまあですね。なんかね、金が下がってるのはいい気にかかるな。なんでやろう、1905ドルですね、これ1オンス。なんでやろう、おかしいなとようわからんですけど、ドルボン頑張ってましてですね、今日戻してますよ。 1245.58 というところですね。昨日1253あたりまで行ってましたから、まあまあというところでございます。さて、今お隣さんのね代表団がやってきていましてですね、林芳正外務大臣がねもう会ってるわけですね。この前同じようにアメリカに派遣したんですけども、ブリンケン国務長官とは会えなかったね。その下の方ぐらいと会ってるわけですけども、なんか日本は軽いですね。で、今日なんか岸田さんと面会するとかいう話ですけど、これしかしね、ちょっと危険ですね。相手にそのなんていうのかな、間違ったシグナルを与えそうなつまり、お前日本もなんか努力せえとみたいなね、そういう向こうは添えてるわけですけども、それに応えるよみたいな、ね、そういうシグナルを与えてしまうとまずいんですけど、岸さんね、あんだけ痛みに負ってるのになんでその甘い顔してるんでしょうね。ようわからんというのが現在でございますけど、間もなくですね、ユン・ソクヨルさん、来月のですね10日に就任をなさいます、大統領です。で、今お隣さんで揉めてるのはですね、今日27ですね、26か、明日か明後日、27か8かあたりにですね、例の検察剥離法案、検察関白法案となんかそんな呼び方されてますね。要は、検察庁からですね捜査権を取り上げようというなんかとんでもない法律なんですけどとんでもない法律についてですね、最近ユン・ソクヨルさんは反対であると、最初はね俺関係ないもんという感じなんですけど、最近は反対であるというふうに明快に述べてありますね。俺も政治家だったし関係ないもんみたいな、そういう最初はそういう態度で検察官たちが怒ってましたけど、検事さんたちがね怒ってましたけども、今になってですね、国民がですね、法案に不信感を抱いているっていうのが分かってきましてですね、それでですね、やっぱり反対みたいなことになってきました。今のムン・ジェイン政権ですね、新しいユン・ソクル政権にこう移行するということでですね、いろいろなあれですね、手を打ってますね。つまり、自分たちが追及されないようにですね、いろいろとやってるんですけども、その最たるものがこの関白法案ですか、完全剥離法案ですか、検察庁の捜査権を取り上げる法案ですね。これがまあ最たるものなんですけど、その他にもいろいろやってましてですね、例えば、あれですね、コロナ体制、コロナによる制限をもう全部撤廃すると、つまりこう集会を禁止するとかっていうのを全部撤廃して、今韓国はね普通なんですよ結構いるんですよ。感染者はまだ世界一ぐらいに、世界1位2位争うぐらいにいるんですけど、もう普通の風やもんってなってるんです。
なぜそうしているかと言いますと、多分これはですね、ユン・ソクヨル政権誕生直後からですね、市民運動で追い込みをかけようとしているのではないかなと。そういわゆるあのパク・クネ政権を倒した時のろうそくでもですね、何かこうネタが上がればすぐあれをやろうということではないんかなという気がしています。で、ムン・ジェイン政権5年の間にですね、あの警察関係はですね、だいぶ抑えたみたいなんですね。だからその市民運動に対してですね、甘い警察という状態が5年間続きました。なので、大きなデモをやらかしてもですね、まあ、そんなにこう取り締まりはないだろうというふうに踏んでるわけですよ。まあ分かりませんよ、それは。やってみなやってみなね。だってそんな時の権力者にみんななびくでしょうから。あの文前政権は市民運動出身の政権でしたから、市民運動に甘かった、労働組合に甘かったわけですけども、ユン・ソクヨル政権はですね、検察官出身ですから、そこをですね、甘くはしないはずなんですよ。だからそのあたりはどうなるか分かりません。でもですね、まあ、着々と手を打ってるわけですねで、普通に行けばですね、このムン・ジェインさんとかですね、あのイ・ジェミョンさんはですね、捜査をされてですね、 Go to prison というのはこれ定番のコースです。その定番のコースをなんとか避けようとしてるわけですね。で、その市民運動とかもですね、こう女性家族部というのがありまして、これユン・ソクヨルさんこれ廃止するというふうに公約を掲げました。女性家族部って何やねんと思いますけども、これがですね、市民運動を支えている部署みたいなところがありましてですね、あの慰安婦問題とかもここなんですね。で、まあ市民運動を甘やかしてやりたい放題やらせていた大元がこの女性家族部でございます。これを廃止するって言うてるんですけど、まあできるんでしょうかね。なんかユン・ソクヨルさんもあの当選してからだん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 言うことがですね、まろやかになってきてましてですね、お前ほんまにやるんかみたいな感じではありますね。まあどういうふうにそのなるのか、まあ分からんって分かりませんけどね。あの外交もそうですけど、一応ですね、岸田政権もバイデン政権もですね、保守政権になったということでですね、歓迎はしてるんですね、一応ね。ただ期待通りに行くかどうかって、それはまた別の話であって。で、この前の選挙ですね、大統領選挙でですね、あの国がものすごい分断状態にあるってよく分かりましてですね、あの僅差な 0.7% 差でユンさん当選してるんですけど、その実はもっと開いていたと私は思うんですよ。でも選挙管理委員会は全部その今の左派ですね、ムン・ジェイン側が握っていたんでですね、相当な操作があったんちゃうかなと私は疑っております。普通 0.7 ポイント差って言ったらね、票の数え直しせいって言うでしょ。イ・ジェミョンさんあっさり負けを認めたムン・ジェインもあっさり負けを認めて、いやー普通もっと5年るでしょだから本来は 3% とか 5% の差があったにしろですね、かなりこの左右ガーンと分断されてですね、でお互いまだ罵り合ってるんですよ。あの向こうのメディアとか見てるとそれがよくわかる。うわーこれはすごいなと。あのアメリカもね、この前の大統領選挙で分断されたっていうふうに、報道されてますけども、まあ、アメリカもかなりの分断状態ではあると思うんですけど、お隣さんもすごいですよ。お隣さんはそこに地域性が加わるんですよ。あのアメリカの場合は、ね、地域性もありますけども、でもそのどっちか分からん州ってあるでしょ。転ぶ州っていうのは青か赤かこう転ぶ州ってあるんですけど、お隣さんの場合はですね、転ぶ州ないんです転ぶ州は唯一言ったソウルです。ソウル近辺キョンキドですね。あそこはね、あのなんて言いますか、時の流れ勢いによってですね、あの保守やーって革新やーって流れるんですけど、それ以外例えば継承道は南も北も圧倒的に保守であってですね、全羅道はそれこそ南も北も圧倒的に革新左であってですね、それはバシーと決まってるわけですね。そんなにそのね、あの多少そういう強い弱いはあるんですけど、それがひっくり返ったりすることはありえないんです。で地域は分断してるんで、そこにこの多種の政治色が混じってるということでですね、その分断されようというのは恐ろしいわけでして、
で、その左右両派がですね、一緒になれるのが唯一半日なんですよ。嫌でしょ、ほんまに。だから何かあるとすぐに反日に向かうわけですけども、まあユン・ソクヨルさんはそれをしないというふうに外交に持ち込まないという外交内政に持ち込まないというようなことを言うてますけど、みんなそう言うんですよ最初は、今までの歴代政権で結局持ち込んでるんですよ最後は。でぐちゃぐちゃしてるんですよ。まあだからね、今回もあんまり期待できひんなという感じでして、で今後ですね、どう言いましょうね、相当その何と言いますか、厳しい政権運営を迫られるんちゃうんかなという気がいたしておりますね。特に春ページございませんので、皆様それぞれですねニュースなどご覧ください。はい、どうもありがとうございます。